なさんこんこににちはでですままままたまたたたおお久ししししぶりになってしまいましたお元気でしたか私はですね以前パラレルワールドの話をした時に喉の調子がちょっと悪くなってきているっていうお話をしたと思うんですけれどもなんかそこから鼻炎の症状鼻の炎症の症状が出てしまって動画の作成が遅れてしまいました。 でこれはですね、実は私の持っているカルマの解消、手放しで今この症状が出てきているっていうことが考えられるんですね。で、過去生との関わりが実はあるんです。なので、この件は別の動画でお話をしたいと思います。でそしてですね、本題に入る前に一つお話ししたいことがありまして、 えー、一つ前の動画ちょっとタイトルが長いんですが、えー「お金の仕組みとアカシックレコードによるブロック解除宇宙とのつながりを深める方法」というのをという動画の最後に宇宙に質問するといいという話をしたんですけれどもどんな質問したらいいか、まあ、どんなふうに質問したらいいか例をそこでお話しするのを忘れてしまったんですね。 あ、例を挙げるのを忘れちゃったっていうふうに、えー、YouTube をアップした後に気づいたんですけれどもそしたらすぐに、えーとですね、これから紹介する並木義和さん私がよくですね動画の中でお話している並木義和さんが最近本を出されまして。 あの今までもたくさんいろんな本を出しているんですけれども、えー、最新の本になるんですけれどもその本を読んでいたらいい例がそこに出ててわっこれを皆さんにね紹介できたらなあなんていうふうに思ったんです。でそれはですね、えー、とまず本のタイトルが「あの世が仕掛けるこの世ゲーム」。実はこの内容をね えー、これから、まあ、私の気づきとともにお話をしていきたいと思うんですけれどもでこの中でですね、えー、並木さんが目覚めを経験した頃ということなので少し前の話だと思うんですけれども、えー、大天使ミカエルに、えー、自分のセッションルームを持ちたいっていうふうに考えていてサポートを求めるために質問を投げかけたんだそうです。でその などういうふうに投げかけたかというと「独立してカウンセリングルームを持ちたいのだけどどう動いたらいいでしょうか?」っていうふうにミカエル大天使ミカエルに質問したんだそうですそしたらですね11月8日に仕事を辞めるとオーナーに言いなさいオーナーに伝えなさいっていうメッセージが来たんだそうですで並木さんも まあ驚きましたというふうに本には書いてあります、えー、何も決まってない今いきなりやめますと伝えて僕の未来が開けるのだろうかそう不安になりましたがこの不安こそ目覚めを阻害する自我の抵抗ですとで、天使を信じると決めていた僕がその通りにすると事情を聞いた当時のオーナーが、えー、それなら 今の店のスペースに余裕ができそうだから並木さんのセッションルームとして使ってはどうっていうふうに提案してくれたんだそうです。まあ、こんな感じでもう本当にこれは素晴らしい例だと思うんですけれどもこんな感じで、えー、まあ天使なり自分の守護霊なり、まあ、ハイアーセルフなりそういった工事、えー、の存在の方たちに、えー、願いをえ 願いをというか、まあ、質問を投げかけるとこんな感じで「サポートお願いします」なり「何々どうしたらいいでしょう」とか投げかけるとあの返事が、まあ、並木さんのようにクリアになかなか私たちに、まあ、目覚めてない場合まだ覚醒できてない場合はそこまでクリアにちょっと受け取るのは難しいかもしれませんが、えー、何かしら私たちにサインをくれるはずなのでこんな感じで質問をしてみるといいんじゃないかなっていうふうに思いました。 それでは前置きが長くなりましたが本題に入りたいと思います。でまずですね今日は先ほどもお話ししました並木義和さんが最近サンマーク出版さんから出された本「このあの世が仕掛けるこの世ゲーム」まあ面白いタイトルですよね。でこれをですね読んでそこから得た私の気づきに沿って内容を紹介していきたいと思います。でこの本には 初版限定特典として4大天使のポストカードが1枚入ってくるんですねついてくるんですねでこの写真にもありますように私は大天使ガブリエルのポストカードが入っていましたでこの受け取るポストカードによってその人へのメッセージは違ってくるんだそうですでそれぞれの天使からのメッセージを並木さんが細かく えー、これですね並木さんの講演会が10月の2日にありまして私、ちょうど、えー、オンタイムで、えー、参加できたので、えー、申し込みをしましてこれは日本時間の10月の2日夜の10時から夜中のちょうど12時まで満月だったのでその時に、えー「真夜中の目覚めのフェスティバル」「満月の夜あなたの新しい物,物語が始まる」。 というタイトルで、まあ、講演会を並木さんが開かれたんですね。で、えー、その時の内容はまた次の動画にさせていただきたいと思うんですけれども、えー、そこでですね、それぞれの天使からのメッセージを細かく並木さんが、えー、言ってくれてるんです。で、それ、あの次回お話ししますね。えー、そして、このタイトルですが、あの世が仕掛けるこの世ゲーム。えー、並木さんがおっしゃるには、 まさにこの世はゲームなんだそうです。で、私たちは本当はコントローラーを握ってゲームをしているプレイヤーなんだそうなんだそうです。でもプレイヤーだとすっかり忘れて現実にの,のめり込んでしまい、えー、ゲームの中から抜け出せなくなってしまっているんです。 でなので私たちは自分たちがプレイヤーであり現実は自分の思い通りになるということを思い出さなくてはいけないんです。まあ思い出したいと思う人はということですけれども、まあそういうわけなんですね。でテレビゲームなどゲームには攻略本っていうのがありますよね。まあ実は私はあまりゲームをやらないので、まあテレビゲームをやらないので、まあ攻略本というのも見たことはないんですけれども。 えまあ、攻略本ってありますよねでそれを見てゲームをクリアしていくと、まあ、楽なわけですよねうまくクリアできるわけですよね、えー、なので並木さんはこの世この人生をうまくクリアするための攻略本を作ってくれたっていうわけなんです使わなないい手はないですよねさてそれでは内容に入っていきますね で先ほどお話ししましたがこの本には4大天使が出てきます。大天使ミカエル大天使ラファエル大天使ガブリエルそして大天使ウリエルこの本には4つのストーリーがあってそれぞれの天使が1つのストーリーに出てくる主人公にアドバイスをしその主人公を目覚めさせていくという内容になってるんです。で面白いのが それらのストーリーに並木さんがいろいろな人になり代わって出てきて、まあ、主人公たちに大天使と共にアドバイスをするんですね。で時には超一流ファイナンシャルプランナーだったり、えー、時にはスキンヘッドのおでん屋の屋,の屋台の親父というか、まあ、主人だったりするわけなんですね。なのでとっても軽い感じで楽しく読み進めることが できますでそしてそれぞれの主人公の悩みを解決するにあたりどういうところにフォーカスすべきかが細かくわかるように書かれていますなので自分がどんなワークをしたら目覚めの方向へ行けるかというのがとってもわかりやすく書かれていますまず最初に本の中に出てくるのがまあ私の大の苦手な分野なんですけれども 片付けについてなんですで大まかに私の気づきをシェアしますね、えー、この本を読んで初めて知りましたが美の美しいと書いて美の大天使ジョフィエルという大天使がいるんだそうです美の大天使ジョフィエルですねでその方に「大天使ジョフィエル私の部屋が片付くために何をしたらいいのか アドバイスをくだださいいいいととお願いすす。るといいんだそうです私はこの本を読んでから毎日朝一番にお願いしています。そうすると「ああここ掃除しよう」という今日のテーマがなんか決まるんですね。でピンとくるというかで「今日はキッチンの片付け」とかそんな感じです。で一日ちょっとした片付け1つか2つでいいや と、自分に許可も出しています。じゃないと、えー、私みたいに片付けが嫌いだとえー、全て綺麗にしようと思うと、もう1回だけで、それ以降やりなやりたくなくなってしまうので、ま本当にちょっと1つのあの小さな場所だけ掃除でいいや、という感じで許可を出しています。で、そして、えー、まあ、この本の中にってことですけれども、ここには主要なメッセージも。 ここのの片付けのところに書いてありました、えー、人に助けを求め,求めてもいいんだよ。人に助けを求めてもいいんだよっていうことです。片付けがどうしてもできなかったらプロに頼むってこともありっていうことなんだそうです。人に助けを求めるってハードル高い人多いと思います。もちろん私も漏れずにそうです。なのでこれまた少しずつ 自分に許可出ししていこうと思っています。まあ、人に、ね、助けを求めるということを少しずつ自分に許可を出すということを心がけていこうと思っています。で,です、ね、本に書いてありました。これも書いてあったんですけれども、えー、汚い部屋から脱出してきれいな部屋で生きていくと決めることは幸せになる覚悟をするということでもあるんだそうです。なので私も あの幸せになる覚悟をしたいので、えー、きれいな部屋で生きていくというふうに覚悟を決めたいと思いますそして次に自分は光の存在であることを意識することが大切なんだそうですそれを忘れないためにサンキャッチャー鏡で光を部屋に取り込んだり部屋にゴールドシルバーやロイヤルブルーの色を 取り、えー、入れることがいいんだそうですロイヤルブルーは宇宙と同調する色なんだそうです。あとキラキラ輝くものをお守りとして身につけるのもいいんだそうです。えー、自分は光り輝く存在であり地球と一緒に輝きを増しているというイメージを持つのがいいと、えー、並木さんはおっしゃっていました。そして 本の中には様々なワークが盛り込ままれていますそこには共通点があって一番のテーマは地球とと同調するということですこの本を読んでいて一番に私に伝えたいメッセージはこれなんだろうなというふうに思いました。新しい自分に生まれ変わりたいと思う人は次元上昇をし始めた 今の地球にしっかりと足をつけて立つことが大切と並木さんは本の中で言っていましたワークのタイトルだけご紹介すると地球の周波数を感じる練習というのがありましてこれすごくいいです毎日やっています そしてググランンディングの方法これは本当に皆さんね大切だっていうことが、えー、しみじみ分かってると思うんですけれども多くの方たちがね言ってらっしゃいますのでこれも並木さんのも毎日取り入れてやっています。で理想の扉を開くワークっていうのがありましてまだ,まだこれは数回しかやれていないのでこれからもどんどんやっていきたいなって思ってましてあと自分をヒーリングし波動を調整する方法というのと 新年体系を書き換える石板ワーク石の板ですね石板でいいんでしょうか石の板ワーク石板ワークっていうのがあるんですけれども実はですねこの2つは実際に私に変化を与えてくれたものなんです特にですねこの石板ワークは次の日に効果が出ましたなので どんな効果が出たかっていうのはまた別の動画でお伝えできたらなというふうに思います。でですね最後に宇宙の愛を受け取るワークっていうのがありまして、まあ、宇宙から無限の愛ががが降り注がれれ自分が満たされてていいくっていうワークなんですこうやってワークをしていくと初めは感じられなかった感覚がだんだん自分のものになってくる。 っていう感じなんですよねなのでこれからもあのいつもできる限り、えー、取り入れてやってみたいなっていうふうに思っています。なのでぜひピンときた方はこの本を買われて読まれることをお勧めします。で人生の攻略本なんてこの世に出てくるなんて微塵も思っていなかったですし。 攻略本という発想自体がありませんでした。えー、本当に今面白い時代になってきましたよね。本当ワクワクです、えー。それではですね、えっ、ー、と今日のお話はこのくらいにさせていただいて、次回はその十月の二日の並木義和さんの講演会の内容。 そして、えー、まあ私から見たまあ内容という感じですけれどもそれと気づきを紹介したいと思っています。えー、よろしかったらチャンネル登録いいねお願いします。えー、それでは今日も楽しい時間をお過ごしください。えー、長い間ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。さようなら。バイバイ。